メリークリスマス !QQ です。今回はですね、こちらのラバディガデッキ使っていこうと思います。まあ、フェニックス入ってね、ちょっと古いかなと思う方もいると思うんですけど、今も強いですというところで、証明していこうと思います。トロフィー、レートの方少し上がったんですけど、まあ、順位はまだ追いついてない感じで、2446からやっていきます。とりあえず、2500目指してやっていきます。いきます！さてさて来ましたというところで、まあメリークリスマス言ってますけどね、まあ26日にはなってしまってるんですけどもね、いやなんかね、何かしらクリスマスと絡んだね、企画やりたいなと思ったんですけど、なかなか企画を取る時間、準備とかの時間がなかったというところで、できなかったんですけど、まあちょっと遅れてでもやろうかなとは、今思ってるんですけどね、そう、いろいろあるんで、うん。まあ来年になると思うんですけど。あと、ケケズキッチンとかもね、やりたいね。年内やりたいって言ってたんだけど、年内は厳しそうだな。これを食べれば、クララは勝てるっていうメニューがあるんで、そう。その秘伝のレシピっていうのを皆さんに紹介できたらなと思ってたんですけど、なかなか厳しいようでね。さあ、ここはしっかりまず守ります。このデッキは、まあ、ラバーで、大型でもう攻めて攻めてって感じかなと思う方もいるかもしれないんですけど、もう守りから入って、もう堅実に立ち回るデッキですね。さあ、ここはミニペ出てきたんで、スキル使ってミニペッカ溶かしていって、で、ここなんかだいぶ守ったかなー感があるんですよね。うわー、これどうしよう。これディガでいいや。よいしょ。何してんの？ああまあでも悪くないっすね。もうキング起動できて、まあキング起動必要ないんですけど、まあ一応できたんでよしとしましょう。さあホバ、ベビードラ落ち着いてくれ。ベビードラ落ち着いてほしいな。まあこのベビードラはさすがに許容したいっすね。うわ。あでもスケキンで拾えた。めっちゃいいなこれ。このスケキンいい。よし。まあ皆さんクリスマス、彼女、彼氏、ご友人、家族と、過ごしたと思うんですけど、まあ、楽しんでいただけたら、よかったかなと、思います。というところでやっていくんですけど、これ絶対ルージェつけてくれ。うわ、そっち来んの？そういう感じ？許容しちゃうわ。許容しちまうわ。そんなんやんなら。で、相手の呪文マジで気になる。呪文教えてくれ。やなめって、こっちでいいかでしょう。さあ、これもう2本オールプランっすよ。うわ。いや。まあまあまあ。よくわかんないことになってるわ。さあ、一旦こっちスキャラで対応して、まあ、ロイジェに墓石を当てたいっすよね。まあ、こんな感じで。うおー。で、やなめ使いたくねー。使わねえわ、絶対。許容します。許容の鬼になって、ここで一旦、ラバ。まあ、奉仕がいたんで、ちょっと後ろ目から出していきます。ホバとかで処理したいんだよな。こんな感じで。オッケーオッケー。だいぶいい、だいぶいい。だいぶいいね、これ。だいぶいいよ。倒して。倒さないの。さあ、ディガーとりあえず飛ばすんですけど。もう一発。イエーイ。さあ、ラバで竹取って、ラバパピー。パピーで削っていく戦法。おお皆さん、これが、ロケ読みってやつですね、クラロワにおいての。ロケポー読み。さあ、これディガー飛ばしていって、ディガーで竹取っていって、パピーで削っていくという、まあ基本的なやっぱ攻めがね、刺さっていく。よし！さあ、しっかり勝ち取っていきました。いいっすね。いい感じのデッキです。さあ、1戦目勝っていて、2473、どんどん行こう。さあ、来ました。でね、今日26日なんですけど、クラロワのね、オフ会がなんとありましてですね、まあもう、予約とか終わってしまってるんですけども、そう。まあ、クラロワ界隈のいろんな人と、会ってきますというところで、やっぱね、オフ会僕結構好きなんで、楽しみですね。なんか、今回来たいけど、外れちゃったよって方とか、知らなかったよっていう方とかいたらね、また、次回の機会、その僕が行けるかはわかんないんですけど、まあその、よく質問で来るのが、またこういうオフ会とかあったら参加しますかっていうのを、聞いてもらえるんですけど、ちょっとわかんないっていうのが、もう、
回答ですね。そう、回答だけに、今日みたいな平日とかだと多分参加できないと思うし、まあ仕事とかなくても他の予定入ってたりとかもあると思うし、そのなんて言うんだろうな、参加はしたいけどできるか分かんないっていうので、そう、ちょっと曖昧な返事にはなりますが、よいしょ、コディが飛ばして、これホバーがさあ、着衣のタゲ取ってほしかったけど、まあいいや、これ何で押さえるのが正解なんだろうな。スケキンであいつのタゲも取れない、無理か。はい、うわ2周目黒回ってんだけど、おお、スケキンこっち来た、さすがスケットキング、よいしょ、ここでスキル使って、まあ、トリトンは確実に倒したよね。で、相手これ、ロイジェか。嫌ですね、ロイジェ。だって今とかロイジェ来たらすげえ嫌な、あれになるっすもんね。でも、ラバ展開するわ。ラバ展開して、フェニックスとセル。それでいい気がする。オッケーオッケー。まあ、ハンター来てもこれ、だいぶ抑えてくれるんでね。フェニックスの火力、舐めんなよと。ここで出てきてからこうして、でもこっちスケキン、え、めっちゃ来た、これ最高最高最高、おら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 、やばいやばいやばい、あ、でも竹取ってくれてる、倒せ倒せ倒せ、倒さなくていいけど、うわ、え、ちょっとやばくないそれ、まあ、こいつらはホバで、なるほどね、そっちくんのね、で、タゲ取ってる間に、こうして、この、矢の飴しばき？矢の飴しばきで、からの、墓石！あーっしゃ！よし、さあこれディガー叩いて、ロイジェ出しても間に合わないでしょう！オッケー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 ！矢のラバ展開で、フェニックス防衛でよかったっすね。うん。しっかり一本折り切れて守り切れたんで、いいんじゃないかと言えるでしょう。よし、順調です。いや、このラバデッキマジ強いんですよ。全然負けてない、使い始めてから。惚れ込みました。2500到達。次2600目指していこうよ。行きます。さあ来ました。え、これラットさんじゃね？よろしく。ラッティンの隠れが。来た来た来た。ラーメンと。スタンプ送ってあげて。ラディか。ラディなんか最近ね、久しぶりに俺に、その、たまになんか LINE 漫画の、スタンプ送ってくるんですよ。スタンプじゃねえわ。おすすめ？だから俺に友達におすすめして、あのラディは人は読み進めてるんですよね。ちょっとそのね、まあ別に全然何とも思ってないんですけど、復習をしていきたいなと思います。踏み台にして、僕を踏み台にして最新話を読み進めてるんですよ。それはね、やっぱ見逃せないんで、ここの勝利で清算しましょうか。ほら、何のデッキだ？何のデッキ？ちょっと待って、わかんない。マザネク。変なデッキ使ってんな。マザネク工場ディガー？めっちゃ変なデッキ使ってんじゃん。一発入らないか。これでもヤナメっていうね。使いどころないでしょ。マザネク弱っ。めっちゃ弱いじゃん。ちょっと。うわぁ、スケキンでよかったね、今の。で、コジョババがあるんで、コジョババが来る。あ、まだ耐えます。まだ我慢の時間ですね。これでもさ、何でやってくんだ？おー、そういう感じ？そういう感じね。ここ俺の男の許容をしていって、あ、やばい、危ない、危ないです、それここスケキンで抑えちゃって、いや、だいぶいいカウンターなんじゃない、これは。ファイボーもないでしょ、
ファイブもね、何にもねえって感じでしょ。でも対空がないっすもんね。はい。オッケー。オッケーだけど、そんな削れてないな。いいな。一旦ホバで我慢退化して、でこっちにラバでしょ。いやちょっと悩んだ。悩んだけど、いや大丈夫じゃないこれ。こう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 、やばい、危ない。今の生まれるの？あ、でも俺も生まれるわ。いや、これいいな。いや、これいいぞ。まあ、ディガー飛ばさないっすね、今回。特殊パターンなんで。いやー、でもちょっとなんか、なんかなー。なんだかなー。なんだかなーなんすよね、これ。いやでもこれさ、きつくない？さすがに。さすがにきついと言ってくれ。きつくないのか？きつくなさそう、きつくなさそう。ちょっと待って、マザネクやばい。マザネク、え？何してんの、マザネク。お、マザネク倒した。来た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 。おら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 、さあマスク読んだ、オッケー、でかい、ほーれ、来た、イエーイ。さあ来ました、いつものライン漫画のグッドゲーム、おすすめのね、またラットさんぜひライン漫画おすすめしてくださいというところで紹介ね。さあ2538ラスト一戦いこうか、行きましょう。オッケー、久しぶりになんかラットさんに勝った気がするな。よろしく。最近マルチ調子いいっすからね、ラスさん。これは嬉しい。しかも今日オフ会で会うじゃん。めっちゃ嬉しいな。ちょっと、失礼な。煽りを一発ぐらいかましとかないと、やっぱ、そんぐらいしないと仲良くなれないんでね。よし。マブダチ、マブダチの秘訣、これは、ジャイピーピーっすね。多分。うわ、全然違う。やばいじゃん、これ。あ、もうトレネ絶対構えてる。わかる。はい。でもうこれ、合流します。そんなことしてきたら、もうホバリングで、多分煽るよと。全然折れないっすね。終わりました、これ。いや、ゴレなんすよ。もう分かっているんだけど、トレネ持たれてたらね、どうしようもないんすよね。いや、でもあれさ、そのキング起動してくるっていうのを読んで、めっちゃなんか手前の位置とかにディガーあえて飛ばすとか、そういう戦略ももしかしたらありだった。やばやばいな、それ。どうしよう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 。あ、次やってみる。ちょっと待って、入ってんだけど。その位置。マイク。いや、よくない。全然よくない、マジで。だらここら辺に、ちょっと、脇やりの位置に飛ばす。あー、トルネ使ってんじゃん。あ、でも、今回、結構削れたし、いっか。ホーバー一発入った、これどうなの？やばい。スケドラも必要だ、これ。まあ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 って感じですけど、まあアドはやばい。ただ2倍タイム入ったんでなんとかなるでしょう。うおー、出た出た。ちょっと待ってこれ。救されんの。あ、逆サイ行きます。逆サイ行って、で、スケキンが最強なんで、スケキンと墓石でも守ってもらって、これは。いや、これいけるっしょ。だって相手スペルないから、もうゴリ押しちゃおう、これ。ゴリラ攻めして、で、こっちはマジで気合で守る。いや、守れるとも思うんだよな。うわ、相手もゴリラ攻めしてきた。お、ゴリラ攻めしてきた。これで、友達。やばい。
うわー、いやトンネ使った、え俺守れるぞこれ。フェニックス出して宝石で森して、あちょっと待って、なんかちょっと待って、ちょっと待って普通にキング守られてんだけど、いやあれ折れないの、なんでよくわからない。あーめっちゃいいベビドラじゃん、めっちゃいいベビドラっすねそれ、やばいっす。オッケーオッケー、え勝てる勝てる、あそこのエリアドからまあこの空がね、そもそも相性いいんじゃないこれ。おれ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 、ミガゴ溶かせ溶かせ、やられんな、よっしゃ、はいスキキンで守って、もうこのね対空攻めがきついんですよ絶対。わかります、わかりますよ。さあスキル使います、よいしょ、こっちです。あーキングタワーだった、よーし、これはいいデッキなんじゃないですか。判断もまあ悪くなかったですね、最小限の許容と最高の攻めって感じかな。ということでまあ差し違えたんですけども、しっかり勝ち切ることができました。4連勝素晴らしい、ぜひ使ってみてくださいということで今日の動画終わります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。